図書館記念日の4月30日火曜日朝6時10分の日本海は風全くないですね。霧のような雨が降ったり止んだりで、傘は用意してますが、それも今ささずに撮影できています。海には入ったら乗れそうな波が、サイズはそれほどありませんけど入ってますね。こちらも風はないですね。結構沖からいい感じのうねりがゆったりと入ってきますが、こちらはいつものようにここまで伸びてドカーンと割れますね。気温は18度ぐらいです。風はありません。海にはいつも割れてるところで、そこにぴったり合わせればテイクオフできるかもしれないぐらいの小波が入ってます。今日終日どうですかね。